佐藤和夫トガチャンネルです。井頭公園では昨日から梅と桃のお祭りやってるっていうふうなことでありましたんで、ちょっと早朝来てみました。結構咲いてますね。うちの近所の梅もちょこっと咲いてましたんで、これから見頃を迎えるのかなと思いますね。あそこにテント張ってありますね。これはかなりもう満開に近い感じだね、これね。いい感じで咲いてますね。これはこの辺はこれからだなって感じしますね。バラカ桜族のスモモって書いてあるね。なるほどね。祭りの登りも上がってますね、これね。なるほどね。あと1週間ぐらいしてくるともっといいかもしれないですね。終わります。